3曲目聴いてください。ホットココア。目を閉じてつぶやいた私に向けたその言葉、たった1秒をそれしか見たないよ。その一瞬が好きだった。何も知らない顔して笑った。得意なの涙ってなれるよ。特別はいらないの。あなたのそばで変わらない毎日がほら色づく。これ以上の幸せはないわ。不安とか後悔とか少しの期待の詰まってたこの部屋に散らかったままでいさせて。私じゃなくてもさいいんだよきっと。あなんてくだらない馬鹿げた本音だろう。切れたようにあなたは言うんだ。お互い様少しだけ無駄話をしよう。例えばあの時あの瞬間に戻れたとしてそれでも私はあなたを探すでしょう。その姿がその声が二人で飲んだ一つのココアの甘ったるさが仕事に追われてて、なんか
かそろそろ私もなんかちゃんと一本先生っていうので行かなきゃいけないのかなとか思ってたけど、いいねやっぱりここに立つとそういうのが全部飛んでくね、すごいや。そうだね、いいよ。まあまあ今日いる子たちはね、これからいっぱいいっぱいいろんな夢を持った方たちだと思うから、まあ、こういう道もあるんだって覚えてもらえるようなそんな人になれたらいいかなと思います。そうなのです。あ、告知を一箇所5月の20日遠いね、5月の20日に日曜日ちゃったかな、多分日曜日です。滋賀県なんだけど近江八幡っていうところでねライブをするので、カフェですね、カフェローズさんっていう、いろんなところにバラの要素が散りばめられて、あ、そんなとこもバラなのって言えるところなので、またね大阪の方が多いのかな、ちょっと聞いてもいいかな、今日大阪から市内、市内県府内から来たよって方、おっ、いっぱいいらっしゃる見てくれてありがとう、私のこともきっと知らないであろうに嬉しい。私ね今日ごめん、用事があってゆっくりここで後でいつもお話しするんですけど、一人一人となかなかね、ちょっと今日はちょっとどうしても帰らなきゃいけなくって、滋賀にすぐなんでちょっとお話ができないから、後でフライヤー渡せたらいいなとか思いながらなんですけど、またお話とかね会えたりできたらいいなっていうことで、っていうことでね、次の歌とか私曲名言った？3曲目のホットココアです。ホットココア、私は温かい飲み物好きでめっちゃ飲むんですよ、夏でも。最近ハマってるのが温かいレモネードなんですけど、じゃあ濃いめに作るのが好きで、あ、うなずいてくれてありがとうございます。あったかいもの好きなんかな。ありがとう。うん、ですね。ココアとレモネードと最近ハマってるのも、そんなんかな。いつも白湯飲んでるんですよ。めっちゃ低体温で、どうでもいいね。歌うわ。